はい、どうも小枝です。今回はこちらロイドカラーシャンプー、いわゆるムダシャンってやつです。これで髪の毛がどのぐらい白くなるのかやっていきたいと思います。これ税抜きで1400円で 300ml 入ってるので、普通にコスパが良さそうだなと思って買いました。ショータイムだ。はい、じゃあこれでバシャバシャやっていきます。今2プッシュしました。3プッシュで結構泡立ちますね。じゃあこのまま10分経過してぬるま湯ですすいでまた戻っていきたいと思います。見て、結構白くなったと思わない？心なしか髪の毛がすごいしっとりしてて、この商品きしまないっていうのも売りにしてるみたいなので、その効果は本当にあると思います。これから1週間使い続けてみて、その結果もまた収めたいと思います。1週間経過しました。こんな感じの髪色です。どうですかね、比べてみたら。こっちがもともとで、こっちが1週間後。使い続けていったら色が持続するっていうものなので、初日はそんなに色の変化を感じなかったけど、2日目3日目以降からは色が明るくっていうか白っぽくなってきてるなと感じたので、まあ置いてる分数というよりもちゃんと継続的に使ってるっていうことが一番大事なんじゃないかなと思いました。ということで今回も以上になります。いろいろ検証楽しいです。んじゃまたね。